はい、こんにちは。こんにちは。何やら水槽に今いろいろ入ってますけど、はい、まあこれは後で触れるとして、まず前回のですね、プレゼントキャンペーン、はい、非常に多くの皆様からですね、応募がありました、はい、応募していただいた皆様ありがとうございます。ありがとうございました。今日がですね、17日水曜日、はい、撮影日がね、はい、なので、おそらく今日、うん、もう皆さんのところにですね、大体届いてるんじゃないかなというふうになりますけども、はい、ぜひ当選された皆様はですね、本当におめでとうございますと、申し上げるとともに、ぜひ、今回のプレゼントスイートコーン使ってですね、釣りの方していただければなと思います。はい、はい、タケさんどうでした、このキャンペーン。僕の想定してたよりは応募が来ましたね。タケさんは結構割と、いや結構来るんじゃないですかって言ってたんですけど、俺は大体100は行くのかなっていうような風には思ってたんですけどね、今後、まあ、今回は20回の記念ということで、ああいう企画をやりましたけども、まあ YouTube の方でもですね、何かの節目節目とか、まあいろんな機会を見ながらですね、またプレゼントとかそういうちょっと面白い企画の方も、やっていきましょう。はい、はい、ということで、プレゼントのお礼でしたけども、まさに今日、はい、こちらのズンダクリルクォーター、はいはい、これめちゃくちゃ期待の新製品。そうですね、はい、テストの段階でもね、かなり、はい、良かったんで、はい、結構気に入ってね、使ってるチームのメンバーもいましたし、まあ、やっぱりこのなんといってもクリルといったら、やっぱユーロカープさんのもう鉄板じゃないですか。そうですね、めちゃめちゃいいですよね、ロングセラー、発売してから長くね、ラインナップ、まあユーロさんもラインナップちょこちょこ入れ替えとか、廃盤とか、そういうのもこうあるんですけども、こちらのクリルであったりとか、あとやっぱりツナモルツールとかね、はい、やっぱりその辺はもう随分長いこともう販売されてる餌で、で私も結構ズンダお家で発売する前、はい、やっぱり一番使ってたのはクリルでしたね、すごい気に入ってましたので、まあ、そういう意味でも今回のこのズンダとクリルが夢のコラボというのは非常に感慨深いものもあるし、はい、まあ、まずこの2種類のコラボであれば間違いないよなっていう、はい、そんな思いがありますけども、まあ、2社のいいとこ取りそうですよね、という感じですよね、はい、これはだからまたあのズンダとキングクラブとかっていうのも選択肢としてはもちろんありなんですけど、ユーロカープさんのですねクリル大好きな人おそらくいっぱいいると思うんですよ、でここでまたちょっとコラボっていうのでもね、またちょっと斬新で、新しい面白い試みかなというふうに思っております。でまあこの、ズンダクリルっていうクォーターが発売されましたけども、はい、当然今までもクォーターっていうものは、まあ、ずんだにしろコーンにしろ、はい、クォーターあったわけなんですけど、前々からたまによく聞かれるのが、ワフターとのその住み分けとか、はい、使いどころってどういうところなんですか、でそもそもクォーターって何ですかとか、やっぱそういったね質問なんかっていうのもこれまでも寄せられてきてますので、はい、でまあ、今回このクォーターが発売っていうタイミングでカープロード TV、いろんな方見ていただいてると思うんですけど、はい、でも中には、まあ、ビギナーの方とか、まだちょっとそのフックベイトの種類の違いがよくわからないなとかいう方も見てらっしゃると思うので、ここで改めてそのフックベイト、はい、種類がたくさんありますね、最初例えば買い物するときとかに、オンラインストアなんかだと特に、あ、どれにしたらいいんだろうとか、いうような疑問もでしょうね、湧くようなところだと思いますので、はい、解説していきましょう。はい、はい、今ここにさまざまな種類のフックベイト入れてます。1、2、3、4、5、6ですね、はい、はい、これが 20mm のボトムのベイトになりますね、はいはい、でこっちが 20mm のボトムに 15mm のポップアップを、抱き合わせたスノーマンの、スノーマン、はい、雪だるまっていうことですね。そうですね、雪だるまですね、はい、でこれが、コーンの 20mm のワフターと、あー、はいはいはい、はい、で隣がズンダの 15mm ワフターと、
はい、でその隣が今回発売のずんだクリルのクォーター、はい、っていうことになります。で隣が、これまだサンプル品ですけども、チョコレートクランチのポップアップというふうな感じで今並んでます。はい、でまあさまざまフックベイトの種類ありますけども、まず種類によって一番こう大きく変わってくるのが浮力の部分ですよね、うん、はい、ボトムは当然、質量が重いので、まあ、今こんな感じで、水流を発生させても、ほとんど動かない、微動だにしませんね、はいはい、でこれは、もうそこに落ち着くっていう意味では非常にいいんですけども、これ今綺麗な砂利底みたいなところにこうやって入れてますけどね、うん、これは、まあウィードだったりとか泥とか、うん、そういったのが絡んできますと、全く浮力がないベイトになるので、うん、やっぱり沈んでしまったりとか隠れてしまったりとかしやすい、はいはい、そして、もう一つは、鯉がちょっと活性が低かったりしてですね、うん、吸い込みが甘かったりするような時に、うん、浮力のあるベイトに比べるとちょっと吸い込みづらい、うん、ですので、まあ、こうその状況状況に合わせるためにこのようにたくさんのですね、種類が用意されているというふうになってきます、うん、例えば隣のスノーマンなんか、これは、ボトムのベイトに浮力をプラスするっていうことと同時に、ここのカラーを変えてやったりすることで色でのアピールなんかもちょっとこう期待できたり、色とシルエットですか。そうですね、ええ、例えばだからシルエットをでかくしたいなとかいう時なんかにも、うん、スノーマン有効ですし、まあ、もちろんボトムのダブルベイトっていうのでもいいんですけど、うん、そこにちょっとカラーを変えてやることでちょっとアクセントをつける、うん、で少し浮力もプラスしてやると、うん、いうような感じですから、このスノーマンとワフターとかクォーターとかっていうのは大体浮力とすれば似たようなものではありますね、うん、ですからそのスノーマンとじゃあ例えばここの中で今言ったらクォーターも同じような考え方じゃないですか、うん、ボトムに対して、違う色のポップアップを組み合わせて作られていると、はい、まあ、製造段階からですね、うん、ただシルエットは大きくはしてないよと、うん、シルエット的な大きさの部分ではナチュラルに、うん、でもカラーアピールはするよというような側面、うん、はい、でワフターに関しては浮力はまあスノーマンとかクォーターとあまり変わりませんが、シルエットも小さく、はい、そしてカラーもナチュラル、うん、例えばこれコーンのワフターありますけども、はい、これなんかが周りにコーンのボトムが巻かれてるとしますね、うん、でその質量の重いボトムのベイトをコイがこう食べていくわけですけど、はい、そういう中でこうワフターの軽いものが混じってることで、うん、普通にこうボトムの餌を吸い込むような感じで、コイがパクパクパクってやってる時にワフター の, この軽いものになるとスポーンとこう口の中に入っていきやすくなると、うん、比重が軽い分、そうですね、吸い込みやすいってことですね、うん、そういうことですね、はい、ですから、なるべくこう例えばボトム巻くものとですね同化させたい、うん、まあ、マッチザベイトじゃないですけど、うん、そういったような時にただ少し浮力も持たせたいんだよなという時にこのワフターは非常に有効、はい、だからこうカラーアピールをしたいのかそれともそうじゃないのかナチュラルにいきたいのか、はい、そういうような感じでこう使い分けてもらうと非常にいいんじゃないかなと思います、はい、ワフターはもうナチュラルですよね、うんうん、全然あのボトムと同化するっていう、そうなんですよ ね、なんだけど軽いので吸い込みやすい、はい、で逆にこうポップアップなんかってどのラインナップもそうなんですけど、うん、ボトムの餌とちょっとカラーが違うじゃないですか、うん、ちょっとその浮力プラスカラーアピールっていう部分も、はい、出てきますんで、うん、いやちょっとカラーアピールやるといまいちなんだよなっていう釣り場とかもあったりすると思うし、うん、まあ、そもそもアングラー自体があんまりこう派手にアピールするの嫌だなとか、はい、ナチュラルに行きたいんだよっていうような時にこのワフターっていうのは非常に重宝するフックベイトになりますね、はい、でまあちょっとさっきも触れたんですけど、クォーターに関してはこれクォーターっていう名前そもそもなんですけども、はい、4分の1ということで、はい、このベイトの中の4分の1がですね、うん、ポップアップっていう風な形になってます、はい、決してハーフではないと、はい、ちなみに、はい、このずんだクリルで言えば、はい、
どっちの面がポップアップで、はい、ですね、ボトムがクリル、あ、というかこの赤い方がクリル、はい、まあそうですよね、はい、クリルは赤ですから、うん、でポップアップ、ポップアップがズンダ、ズンダ、はい、うん、というような組み合わせになってます、はい、でボトムとポップアップを組み合わせるっていうことで、はい、ボトムベイトのこれ魅力の一つでもあるんですけど、はい、まあ食べさせるベイトになりますんで、うん、はい、やっぱりボトムの方がもう栄養素的なもので言ったらやっぱりはるかに多いわけですよね、うんうん、でまあこのボトムの良さ、うん、はい、それを消さずにカラービールもしつつ浮力もちょっとつけたいよねっていうような、まあまさにもうその様々なベイトのいいとこ取りをしたのがこのクォーターというフックベイトになります。ですからこのズンダクリルで言ったら、まあ多少ズンダのフレーバーも少ししますが、基本的にはその内容物の質に関してはクリルがメインになるので、ですからまあ匂い的にはちょっとクリル、ボトムの方が強い感じになると、はい、はい、でまあ、またちょっとねずんだの匂いも少し相まって、うん、かなり、不思議な香りになってますけども、うん、そうですね、はい、甘いようで臭い、うん、はい、うん、臭い系のベイト好きな人にはもうたまらない仕上がりになってるかなと思いますけどね。で、あの個人的にクォーターだと、はい、あの釣れるサイズが、うん、あの上がる、うん、プラス、あの使用する場所を、はい、そんなに選ばないような、うん、はい、イメージがあるんですけど、はい、そういう側面はどうでしょうかね。やっぱりフックベイトを選択するにあたって、うん、どういうふうに選ぼうかっていうようになっていくと思うんですけど、はい、やっぱり今竹さんも言ったんですけど、はい、ある程度こう様々な場所に対応できる、うん、よっぽどウィードが深いとか、うん、あの泥がかなり深いと、はい、刺さるとかいうような場所でなければ、うん、ある程度その浮力の手助けもありますし、うん、かなり幅広い範囲で対応できる、うん、ですからこう、まあ、ボトムの餌巻きますよね、はい、でそこに、ポップアップ使うまででもないなと、うん、ちょっとあんまりそこが綺麗じゃないなっていう場合って、うん、ポップアップスタートっていう選択をすることが多いんですけど、うん、でも そこまででもないなっていうような場合だったら、うん、もうクォーターで大体カバーできるので、うん、でもう先ほども申し上げた通りカラービールもプラスされてますから、はい、やっぱ印象として当たりが早い気もするし、うん、っていうことは、うん、入ってきた魚の中で割といいサイズのものから当たってきやすいのかなっていうような、うん、はい、なんとなくそんな気はしますね、うん、まあもちろんちっちゃいの釣れる時ももちろんあるんですけど、でこっちがポップアップですね、はいはい、こっちはポップアップですね。これ今回はちょっとチョドリングにつけてみてるんですけど、はい、ポップアップはもう、その名の通り、まあ、これタングステンパテをスイベルにつけてるので、ですね、リグ自体は浮き上がりません、はい、でこれポップアップ単体で釣りをする場合にはですね、タングステンパテであったり、あとはまあコーダのダークマターバランシングウェイツとかね、はい、そういったものを使って、リグの方に、重しをしてやると、うん、それで、ポップアップだけ、まあ、これチョドリグなので少しこうちょっと高さ取ってますけども、うん、例えばスピナーリグなんかだったら針だけ浮いてポップアップと一緒にですね、うん、リグはあと全部自然に沈んでるというような形になりますけども、はい、まあ、ポップアップは、障害物周り、うん、ウィード周り、うん、あとは泥が深い、うん、そんな時に非常に有効ですし、うん、まあ本来そんなに使う場所を選ばないものでもあるんですけど、うん、まあ綺麗な底だってね別にポップアップでもいいんですけど、はい、あんまり底が綺麗だと、まあ、これ僕の考えですよ、うん、ちょっとこう浮いちゃってるんで針も浮いてますよね、ですからあんまり底が綺麗だとちょっと逆に不自然に見えてしまう場合もあるかなって思うんですよ、うんうんうん、でやっぱそういう時は、クォーターだったり、はい、ワフターだったりっていう方が向いてると思いますし、はい、あとは川の流れのあるポイント、今ちょっと水を動かしましたけども、常に水が動いてる、特に流れのある川の場合、これ見てください、もうポップアップこれリグごと動いてしまうので、他のクォーターとかワフターとかってリグごと動いてないじゃないですか、
そうですね、ベイトだけがこうふわふわと漂うと、これは非常にいいと思うんですけど、うん、このポップアップみたいにリグごと動いてしまうとですね、実にさまざまな不具合も生じてくる。特に川だったら、餌とリグ自体がもう不自然に動いててこれ怪しいとか、うん、またあとゴミを拾ってしまうとかですね、ゴミを拾うのも下の方に引っかかるぐらいだったらまだしも、うん、針先にゴミ引っかかってしまうと、うん、これはちょっとフッキングの ね、 そうですね、可能性とかもかなり低いものにしてしまうリスキーなことですので、うん、流れを起こしてみましたけど、ああいう感じでこうちょっと水がかなり動いてるようなポイントっていうのは、うん、ポップアップの単体っていうのはあまりおすすめはしないですかね、うん、だからそういう川なんかの釣り場なんかでもやっぱりクォーターを中心としたこの辺のワフターであったりとか、うん、こういったのは非常におすすめですし、でボトムに関しては今かなり水を動かしましたけども、まあ、微動だにしないと、うん、ですからまあ安定感という意味では底がある程度硬くて綺麗であれば、はい、やっぱボトムベイトもフックベイトとして十分使える、まあ、一番ナチュラルではありますからね、うん、やっぱりまあ、フィーリングしてある餌と同じですからね、うん、そうです、だから杭が立っている魚がいるのであれば、うん、もうボトムのベイトでも全く問題ありませんし、うんはい、でも冒頭最初の方に申し上げたように、うん、ちょっと吸い込みが甘いなとか、うんまあ、例えばボトムベイトを使っていて、たまにこうペペペペッとこうアラームは行くんだけど、うんうん、なかなかしっかり針がかりしてくれないとか、はい、そういうお悩みの相談なんかも、たまにあったりしますが、はい、そういう場合はフックベイトをこういう浮力の少しあるものに変えてやるだけで、うん、またちょっと違ってきたりもしますので、うんまあ、針先がしっかり、鋭利な状態になってるっていうのがもちろん前提ではあるんですけども、うんまあ、こういうさまざまな種類のフックベイトがあるというところでさまざまな状況に合わせて、うん使い分けをしていくことができるというふうになりますね。やっぱり比重っていうものが一番重要かなって思うんですけど、うんはい、あの菅原さん的に一番好きなフックベイツはどれになりますか、はいはい、まあ一番好きってなるとやっぱ自分はポップアップですね。ポップアップ、はいはい、でこれはなぜかというと、ええまあ、フックベイトとするものの中で一番浮力がありますね、はい、あとは、うん、ローテーションを楽しみやすい、はい例えば既存のポップアップのカラーだけでなくて、うんまあ、ノーネームにグーを染み込ませたような、バリエーションをある程度何種類か持っておくことで、うん、カラーローテーションっていうものも楽しめる、うんはい、でこれ本当不思議なことで、はい、例えばずんだのポップアップで何本か釣った後にパタッと当たりがなくなりましたと、うん、でちょっと色ポップアップの色だけ巻くのは変えてないんですよ、はい、ポップアップの色をちょっと変えてやっただけで、うん、また当たり始めるとか、うん、そういったことがやっぱりありますので、はい、ある程度そのカラーっていう部分も、うん、あのゼロではないかなというふうに思ってます、はい、もちろんあの比重っていうもの、はい、まあその軽さですよね、うん、それが非常にキーにはなってくるんですね、やっぱフックベイトって、うん、でそこにカラーであったり大きさシルエット、うんそういったのを複合的に見て、はい、今ここでやるのは自分なりにこれがいいかなというふうな判断のもとにこう決めていくわけですけど、うん、で一番好きなのはやっぱポップアップ、はい、で次はクォーターですね、はいうんでなんかこうクォーターとか例えばやってて、はい、クォーターすごい自信持って入れてるはずなのに、ね、なかなか当たんないなとか、うん、っていうような時にちょっとワフターを使ってみたりとか、うんはい、そんなような使い分けですね。もうちょっとナチュラルの方がいいのかなとかって考えて、はい、でワフターを使ってみるとか、うん、でちょっとシルエットでかくしたいなっていうのであれば、うんまあ、24ミリのクォーターっていう選択肢もあると思いますし、はいはいはいあとはまあこれ今スノーマンと丸のまま接続してね、うんここには置いてますけども、うん、ちょっと削ってくぼませてそこにポップアップを埋め込んだりとか、タケさんもこの前やってたベイト、はい、あんな感じであの丸のポップアップをこうちょっと埋め込んでみたりとか、あとはやっぱりこうカットをしてね、うん、こう抱き合わせする方法なんかもあります。いろんなパターンがありますんで、ちょっとこの直接丸々でつなぐのはちょっとなーっていう方はちょっと削ってとか切ってとか加工して好みの大きさにしてあげるとかですね、
いろんな楽しみ方ができますので、うん、まあ、こういうスノーマンのスタイルっていうのも面白い、うん、でまあ、ボトムに関しては最近はもうフックベイトで使うっていうのはあんまりないですね、うんうん、俺もほぼほぼないですね、うん、ちなみにタケさんはどうです、フックベイト一番お気に入りって何になります？俺は、まあ、もちろんポップアップも好きなんですけど、うん、はい、まあ、ポップアップも普通に使います、うん、まあ、竿2本の場合、うん、ポップアップとこのスノーマン、はい、でとりあえず最初やってみますね、うんうんうん、でスノーマンの方はあのポップアップをつけときながら、うん、ボトムの方にコルクをちょっと入れたりとかして、うん、はいはい、またさらに浮力をプラスして、プラスして、はい、でワフターを使えばいいんだろうけど、うん、あんまり個人的にワフター好きじゃないので、うん、好きじゃないっていう表現もおかしいですけど、はい、ワフターはワフター単品で使いたい人なので、はいはい、ボトムにこのポップアップ、うん、そして、コルクカスタムっていうのでちょっとあの自己満的な超過を、はい、うん、得たいなっていうところですね。まああのそういうコルクカスタムなんかも、うん、僕も例えば新しいベイト発売になるやつのこうテストとかやっていく時とかに、はい、最初ボトムしかないじゃないですか、はい、だからそういう時にやっぱコルクしてワフター見たくしたりとか、うん、やっぱりそういう風にやってあのよりね自分の釣りにこうプラスアルファをしてあげたりと、うん、そういうカスタムするのもまた楽しかったりもしますしね、うん、いろんな様々なフックベイト楽しみ方ありますんで、まあ、本当、使う場所とかですね釣り場の状況、はい、なんかに合わせていろいろ楽しんでもらえたらいいなと思います。で、菅さんがさっきポップアップが好きだと、はい、で今回はチョディですか、はい、このフックは。そうですね、チョディです、ね、チョディ、はい、でこのチョドリングだからチョディですよね。そうです、今回は、はい、で普段はスピナーの場合だと、はい、今ハマってるフック、はい、とかありますか？今ハマってるフック、はい、やっぱりスピナーフックですね。なるほど、はい、あとは、ワンモアキャストの、ロックフック、うん、はい、もうこの2つですね、はい、今は、はい、もともとスピナーやるときは、うん、カーブシャンクをメインに使ってました、はい、で、カーブシャンクもすごいいいんですけど、はい、まあ、まずは去年ですかね、はい、OMC ワンモアキャストの取り扱いが始まって、うん、ロックフックを使ってみた、うん、これもめっちゃいいなと、うん、でも記憶の中でですよ、はい、多分ほぼほぼバラしてないんですよ、うん、ですから多分こないだ琵琶湖の時かなんかにバラしがあったと思うんですけど、はい、それが初めてのバラしだったんじゃないかなとか、うん、ロックフックでの釣りでですね、はい、うん、まあ、だそのぐらいすごいいいなと思って気に入ってるのと、うん、まあ、あのこの間コーダの入荷があって、うん、スピナーフックというものが新しく入ってきた、うん、でまあ、今ちょっとそれを試してみる、うん、そういう段階ですね、うん、はい、まあ、あのヨガコの船は何のフックでした、うん、あれはロックフック。ああ、船まで釣れるロックフック。船も逃がしませんですよね、はい、うん、そういうもん。だからあの船だってめちゃくちゃがっちりかかってましたからあんまりね、その船って、まあ、まあ張りがかりするときはもちろんしてしまうんですけど、うん、あんなにね、あの一発でがっつりいってるっていうのはちょっと、はい、びっくりだったんで、うん、まあ、そのぐらい、OMC のロックフックはですね、うん、素晴らしいフック、まあ、今日ここには出てませんけどね、うん、はい、そちらのインスタなんかでもね紹介しますんで、まあ、ちょっと今在庫ないんですけど、ね、また入荷次した際はですね、うん、あの次かなり多めに数量取ろうと思ってますんで、うん、あのぜひちょっと気になってる方はですねロックフック本当におすすめなんで使ってみてください、うん、はい、というわけで、まあおさらいちょっとしていきますね、はい、まあ、まずこのボトムのフックベイトですね、まあ、底が綺麗で、まあ、ナチュラルを一番に考えるときに、いいですが、まあ、比重に関してはちょっと重いので、うん、ちょっと魚が吸い込みやすいっていうわけではないですから、うん、ちょっと場合によっては鯉の活性状況によってはちょっと張りがかりが甘い、うん、当たるんだけど乗らないとか、うん、そういう状態が起こることもあります、はいはい、で逆に言えば、
鯉が吸いにくい、うん、そうですっていうことは小さい鯉が吸いにくいっていうことにもつながりますね、うんはい、そうですね、はい、ですから20ミリダブルとか、うん、トリプルとか、はい、そういうことをやってる方も多々いらっしゃると思うんですけど、うん、餌のシルエットを大きくすれば大物がかかるっていうのはこれまたちょっと僕は違うと思ってるんですけど、ただその比重っていう意味を考えた時に、うん、20ミリダブルとかトリプルとかっていうのは、うん、いや大きいのをなるべく狙いたいっていう時には、うん、ある意味有効になるものではないかなというふうには思います、はいはい、では次は、はい、スノーマン、はい、でこちらスノーマンとかと、まあ、隣のワフターもしかりなんですけど、はいまあ、この辺は軽い浮力、はい、これが備わっていて、スノーマンの場合はちょっとポップアップのアクセントをついてますけども、はい、ワフターはもうめちゃめちゃナチュラル、うん、ナチュラルでいて浮力が追加されている、はい、でスノーマンはシルエットをでかくして、ポップアップのアクセント、はいはい、そんな感じですね、はい、でクォーター、はい、クォーターに関してはシルエットはそのままに、ボトムのうまみもそのままに、はい、そして、ポップアップの少しの浮力と、はい、カラーアピール、はいはい、もうどこでも万能でいけるよと、うん、いうことですね、はい、でポップアップ、はい、こちらは、浮力とカラーアピール、はい、これはもう一番吸い込みやすい餌になりますし、うんまあ、あとはちょっと水の底の状態、そんなに綺麗じゃないなと、うんうん、ちょっと不安だなっていうような時には、まずはポップアップを使ってみるのが有効になる場合が多いと思います、うん、はい、はい、というわけで、こんな感じですね、いろいろ使い分けなんかについてちょっと解説してみました、はいまあ、他にもいろんな要素あると思いますけども、うんまあ、簡単に申し上げるとそんな感じかなというふうに思います、はい、はい、というわけで、今日は、ニュークォーターの発売に伴って、はいちょっとフックベイトのですね、うん、それぞれの特徴とか、はい、こんなのについてちょっと触れてみました、うんはい、で皆さんもですね、まあ、ちょっと今日の内容がどの程度参考になったか分かりませんが、うんまあ、その自分が釣りをする場所入れるポイント、うんそんなのに合わせてですね、うんそれぞれの特徴を踏まえた上で、うん、フックベイトとかリグの選択っていうものをやってみるとまた釣りの幅も広がりますし、釣りはもっと面白くなるんじゃないかなと思います、うんまあ、結構ボトムしかね使ってないんですよっていう方なんかも、うん結構見受けられるんですけども、はい、でそういう中で、回収したらなんか藻がいっぱいついてたんだとかね、うん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 、そういう話も聞くじゃないですか、でそういう時はもうぜひ一回ポップアップ使ってみてはいかがでしょうかということでね、うん私たちも提案させてもらってるんですけども、もしそういう当たるんだけどちょっと乗らないなとか、うん非回収するとなんか引っかかってくるんだよなとか、うん、そういうことで お悩みの方とかね、いらっしゃいましたら、ぜひこういう他のフックベイト浮力のあるものっていうのもぜひお試しいただければと思います。で、まあ、今ちょっと一番おすすめなのはこのズンダクリルですね、うん、これ一回使ってみてほしいですね、うんはい、これはいいですよね、はい間違いない、はいこれは、私も竹さんもおすすめしたい一品ですね、はいはい、今日21回目のカープトークになりましたけども、うんはい、また来週の22回目も、はいどうぞお楽しみ。22ってことはゾロ目なんで、まだ何かあるんですか竹さんそれ言ったら、結構頻繁になるんじゃないですよ、やばいなそれははい、というわけでそれでは皆さん今週のカープトークはこの辺で、はい、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。